世界中のの良いい子皆さん、こんこにちはいかがお過ごしでしょうか世界で一番面白い人生ガイド元いた今日の YouTube 動画でございます。ということで今日はえっ、ー、と先日はですねいわゆるあの、えー、正しい神様自分に合った神様 を,を、まあ、探すにはどうすればいいのかということなんですけれども前回はそのいわゆる正しい神様正しい神様なんだけれども皆さんと会わない、えー、と私の場合はもうあの占い師ではあるんだけれども「豊、まあ、神様」奄美大島では「豊神様」と言っていますけれどもいわゆるその神様を通じて皆さんを 占うということなんですけれども当然そのレベルが高いとか低いとかまあまあであるとかいろんな皆さんの,その占いをしてもらった時の判断があるかと思います。で正しい神様でも当然その高いレベル普通のレベル低いレベルもいろいろあると思います。で、えー、正しい神様 であってもですね、なかなかその皆さんが、えー、っと、思っているほど当た,当たらないという経験はあるかと思います。で、えー、なかなかそこに行き着くまで、そういった人に行き着くまでにやっぱり時間がかかる場合がやっぱりどうしても、えー、あります。ですからもあのー、斜めのお占い師。 で私のようなその神様的な占いそれからも何度も言ってますが手相であったりとか、えー、星占いとかタロット占い、まあ、いろんな占いがありますので <laughs>、えー、試しにいろいろこう えー、皆さんなりにこう、えー、探してみてみ、ねえー、占いをしていただいて、えー、なるべく未来をですね、えー、予言していただいて、えー、極力う災いや災難や、ね、事故とか事件に巻き込まれないような人生を送っていただきたいというふうに思っております。でえー、っと今回の話なんですがもう本当 本当にです、ね、もう悪い神様っていいるんですよ。いわゆる占いですね。でえっ、ー、と以前の動画でもお話ししましたがこれもう何本目に話したかもすっかり忘れましたけ,どけれども結局その基本的にどこの業界も 指定関係じゃないけれどもやっぱりその上司と部下あるいは落語界などもそうですけれども師匠と弟子ということがあるわけなんですけれどもその今の奄美大島のいわゆるその豊神様の世界の中でもう親神様って言われて言われた人も亡くなっているんですよ。で亡くなっていましてでその神様自体がもう本当にね 正直ねはっきり言うけどねもう本当に悪い神様一言で言うと悪い神様で、えー、何が悪いかというと根本的にまず悪い、えー、もうそうもかくその金だ物だ全部集めてくるという神様なんですよ、まあ、それはいいとしてそれはいいとしてもやっぱりその前の動画でも話しましたようにこの2つ目なんですよその 自分が親神様で下に子神様が何人もいるわけですよ。でその子神様たちが私の母親みたいにその修行をしてまあいろんな神様がその人その人個人個人に降りてきてで占いをすると自分のところにそのいわゆる占いをするお客さんが来ないからお金も物も来ないいわゆる同業者が増えていくから。 だから一人一人の猫を積んででいくわけですよそういう親神様だったわけなんですよ。で本来親というのは子供に飯を食わさなければいけないでその子供自体が成長をしていって出世することを願うというのが普通の親のはずなわけですよ。でこれはその家庭の中の親子関係でもそう。 なのに、そのいわゆるその、えー、甘み大島で豊神様として拝んでいるにもかかわらず、自分の小神様が成長するのが嫌だから一人一人の目を積んでですね、行くという、もう根本的にあってはいけないことなんですよ。つまり、自分の弟子たちが成長していくことによって、 より一層お金も入ってくるだろうし物も入ってくるだろうし、えー、神様はどうやって神様になったんですかはい親神様はあの人ですよっつったらその例えば私の母親に、えー、占いをお願いした人もじゃあその神様にもう占ってもらおうかなとか思うわけですよ。そうなってくるとあの 私のこのこスピリチュアルの動画でもしつこく言ってますが例え,ば例えば7名の,その占い師の方に見てもらうということは例えばその親神様や私の母親は母親それから他にいろんな神様がいらっしゃいましたのでそういった神様たちにそうするとあこのことはこの神様に聞けばいいこのことはこの神様に聞けばいいということを。 皆さんが実感してした時にそのお金と時間がいわゆるその無駄にならないわけですよね。ところが本当に悪い神様っていうのもいろんな神様がいて今の話は要するにその弟子の目をつむという神様であるいはその もう本当にもう悪いやつで、もうここじゃないんですけど、要するにその、他の神様、簡単に言うと他の神様、占いの神様は悪い神様なんだと。いわゆる悪魔なんだと。で、私が正しいんだと言って、要するにその、簡単に言うとお客さんをこう全部こう一人一人こう集めてきてですね、囲っているような悪い神様も現実的に いるわけなんですよですからその私たちがこういった洋服であるとか今撮ってるカメラであるとか今あの照明器具がありますけれども電化製品とかつまりそういったいろんなものがこの世の中にたくさんある中でどういった商品が自分に合うのか洋服の場合は似合うのか。 これはまあ、例えばちなみにこれは夏服ではあるんですけれども、えー、夏服冬服いろいろありますけれども選ぶ権利があるわけですよね物が高いか安いかは別として。ところがその悪い神様たちっていうのはたちが悪いものですから結局そのもう 相談に来る人自体をもうだから私もその母親の親神様に対しては小学生ぐらいの時からこのおばちゃんはおかしいという,ふというぐらい思いましたから。 小学生ですらこのおばちゃんはおかしいと思うぐらいですからねうんだからこうやってその皆さんを占うだけの力が根本的にあるわけなんでしょう。だからその本物ものであるとか人間という本物をその皆さんが見抜いたり気がついたり頼ったりあるいはその神様から離れていくって 言うまでにやっぱり時間がかかる場合があるわけですよ信じた人に裏切られるというのはいつの時代でもあるわけなんですよねで、その信じた人が全く違う方向を言ってるわけですよつまりこれはその本人自体があなたは右側ですよというようなことを言ってるわけじゃなくて その人についている悪い神様が全く真逆の道を歩かせるあるいはそのうちにもいらっしゃいますけれどもその私の母親の親神様はその私が「もう母ちゃん首が痛い首が痛い」とか「もう自分首が痛い」って言ったので要するに神様を拝んでそして 出てきた答えが、この子には大工の神様を拝まさなければいけないということで、向こう側に大工の神様を祀ってありますよ。で、私子供でしたけども、<laughs> その時は、まあ、まだ小学生か中学生ぐらいだったんじゃないですかね。いや、俺は大工になる気もないしね。 中学生ですから、例えば中学生ですから、あのー、技術家庭で、あのー、木工作業なんかもやりますけど、大工なんかでコンコンコンってやるうな時全くないのに、えー、この子には大工の神様を拝まさなければいけないということで、大工の神様を祭ってるわけですよ。で、ある程度大人になってから、母ちゃん、母ちゃんこれ違うぞと、あの神様違うぞと、大工の神様違うよと。だから、根本的に本人自体が、 悪い神様なものだから正しいその <laughs> 占いができないからその家その家に間違った神様を座らせるわけですよ。でその数年前からなんですけど大工の神様とも話がだんだんできるようになってきてで大工の神様も気が付いてるわけですよ。もう頼むから私を追い出してくれるなっていうことなんですよ。 も大丈夫ですよと、うん、別にその大工の神様自体にあの私はその悪意を感じていないから間違ってあの神様が下ろしたわけだから、まあ、それはそれでいいんじゃないのということで、えー、こちら側に鎮座していただいてそれは毎日あの花を変ええー、水を変えお茶とかおみきを変えているわけなんですよ。ですから 根本的に悪い神様っていうのはもう本来の能力なんかないですよ。あなた方を占う能力なんてまずない。見ているとまずない。でそのいい神様と悪い神様とどれぐらいいるの,いるのかっていうとまあ世の中たくさんいらっしゃいますんでわかりませんけれども人を信じる皆さんが神様を信じていることはいいんだけれどもその 占う人自身自体がいい人か悪い人かということもあるんだけれどもやはり人の評判であるとかかなり大事な部分だろうと思うんですよ。ええ、だからその ご存知のように今はもう SNS の時代であっちの商品はいいとか悪いとか、まあ、当然占いの世界になるとあそこは当たるとか当たらないとかえてめえこの野郎とかこれでよかったとか、はい、いう形でバンバン SNS で、あのー、拡散。 されている場合もあるかと思いますですからなかなかその本質をついたような確信をついたような、えー、書く書くしっかりついたというようなですね、えー、ことで物事ってトントン拍子にはいかないわけなんですよその中で正しい神様いわゆるまともな神様であっても自分と合わない場合があるわけですよね ましてやその神様いわゆる占いをするというその全体の中に本当に悪意を持ったつまり先ほど申しましたようにこの自分の弟子が出世するとですよ自分に身入りが少なくなるというような親神様がいたり。 根本的にも悪魔みたいな人がいたりするとそこに皆さんが翻弄されるということなんです。で、えー、っとこの動画はあと今年2022年の、まあ、いわゆる令和4年の1月からあのアップしているわけなんですね。で まあその中でまあいろんな考え方とかやり方とかまあその私を含めてまあいろんな方々が手相であるとかいろんな形でそのまあホームページとかそうブログとかでえ立ち上げてえお客さんを 見ていらっしゃるわけなんですけどまあそれはそれでまあ当然、えー、いいと思いますし、えー、いろんな人たちがこのように出てきて、えー、皆さんを占ってなるべく皆さんがあのー 簡単に言うと楽な生活ができるような方向性に導いてくれるような神様ばっかりだったらいいわけなんですけれどもなかなかですねその本物と偽物の区別がなかなか難しいそれから本物であっても何度も言いますがいわゆるその自分に合った神様なのかその神様自体のレベルが高いのか低いのか何が専門なのかということなんですよ。 であの何度もこの動画でお話ししてますようにいわゆるその,その占いをする神様自体が占いの神様ではないという神様がかなりいると思います私も含めてですから私の場合には母親の力と母親のバッグにいる3名の神様とであと、まあ、その3名、まあ、母親まで入れて4名あとその 4名を入れてるかもしれませんけれども私の後ろには20名の神様がバックにつくんだということなので占いができるということなんです。ですから例えば私はその 前回の動画でも、まあ、この付近に書きましたけれども、えー、昭和天皇の崩御とかロシアの崩壊とかソ連の崩壊とか、えー、天安門事件が目の前にここ出てくるわけなんですけれども私自身はどちらかというと災害を予言する神様なわけですよ。にプラス母親が占いの神様占い専門の神様だったわけですよ私の母親の場合には。 だから昭和天皇の崩御もわからない。ソ連の崩壊もわからない。ベルリンの壁なんかわからない。ましてやその尾崎豊かも知らない。尾崎豊かが野垂れ死に、尾崎豊かが野垂れ死にするなんてことも母親には出てこないわけですよ。しかし私には出てくるわけですよ。だから、いくら神様、神様、神様、占いができますよと言ったって、本業の 占いは何なのかつまりその神様自体がどういう能力を持っているのかっていうのは神様が本来言わなければいけない皆さんにだから私は同じことをこの奄美大島スピリチュアルの中で言ってるわけですよそうしないと皆さんが勘違いしてもらったら困るから だから私に占いをお願いしました私は占いの神様ですということではあるんだけれども根本的には母親の力その他もろもろ20名の神様をバックにして、えー、皆さんを占っているということなんですですから本来はその特にその神様系の占いをする人というのは私は本来はこういう神様でこうですよと言って から皆さんの本来のそのいわゆる悩み事をお聞きして神様はこうおっしゃってますよということをお伝えするのが私は正しい神様だというふうに考えているわけなんですよ。ですからあのもしその皆さんがその他のこういう神様系の占い師に聞く時にはその事前に 聞くとか問い合わせするとかあるいは最後の最後のオチじゃないけれども中にはいや私は占いの神様ですよと言い切る神様もいらっしゃるかもしれないしい私のように本来はこういう神様なんだけど占いの神様もついているからというような話をするかもしれない。ですから その私たちが、えー、生まれてきた理由とかそれから、えー、父方母方があり、えー、その上の父方母方とこうずっと分かれていくわけなんですけれどもその過程においてその本来は神様を拝まなければいけないのに他の宗教をしておかしくなったりとか。 あるいはその特に精神的におかしくなる人なんかそうなんですけれどもその方の上の上も何だ上か分かりませんけれども悪い神様がいたりとか悪いことをした人がいたりとかその本人にいろいろお知らせするんだけれども神様のところ行って拝んで拝んでいないつまりその私今こういう状態なんだけれどもひょっとしてなんか神触りしてませんかという,いうことをお尋ねして していないあるいは聞いたんだけれども、えー、本人自体がよくわからないあるいは、えー、うちの母親自体もありましたけれどもそのいわゆる私はその、まあ、簡単に言うと具合が悪いとなんでですかって聞いて、えー、母親にカクカク近カカと母親がその,その方に、えー お話をしたわけですよ占ったわわけけでですすよよ占っそしたら後日、まあ、あんたが私に口を入れたつまりその呪ったっていう簡単に言うと呪い生きろうん、いとか、はい、を入れたんだろうということで、えー、母親も本当に困った人だなということを言ってました。だから 私の母親自体は占いをすることが主体であって人にてめえこの野郎とか生きろを、あのー、かけるとかもう当然死ねばいいのにとかっていう神様ではないわけなんですよ。でもし母親がそういう悪い神様だったら私も悪い神様になるあるいは私もおか頭がおかしくなって精神的におかしくなるということなんですよね。 ななかなかです、ね、本当に自分にとってどこの誰がどういうふうにいい神様なのかを知る。 なるほどって思うようになるまでにはやっぱりね時間がかかるその時間というのがね一日23時間後ならまだいいですけれども来週かも来月かも来年かも再来年かもしれないというその長いい時間との戦いがあるんですよ。ですからその皆さんにお願いをしたいのはあのいろんな神様 に、その自分を見てもらうことによって、その自分というものは一体何なのかということをやっぱ改めて知る必要があるんだろうと思うんです。漠然と生まれてきたとかね。 桃太郎の物語みたいに桃に入ってきた桃太郎と言ってもそれまでに何かあったからあの桃の中に赤ちゃんが入ってどんぶらこどんぶらこって流れてきてるわけですよね。だからやっぱりその改めてその自分というものは何なのつまりここはどこここは奄美大島私は誰ということを日々その自分に問いかけ 各市町村の神々様に聞いて回っているわけなんですよ。で、神様からのお願い事があれば、お金と時間があれば、はいはいっつって走り回っているわけですよ。そういったことをしながら神修行をしながら、母親のこの神壇の前に座りながら、カクカクシカシカというまあ、えー、世間話をしながら、えー、天地宇宙の神々様に祈りながらということで。 自分のレベルを日々上げてていってるわけなんですよですからそのいろんな世の中に神様がいてごま万と神様がいるつまり占いをする神様がいますので、まあ、あの特に女性の皆さんあの占いが好きですので、えー、ネットの情報お友達からの情報いろんな情報がありますので紹介 したりされたりいろいろあるかと思いますのでぜひ、まあ、お金と時間はかかりますけれどもあのくじけずにですねいろ、まあ、んな方々がいらっしゃいますあのくじけることなくですねあのしぶとくずぶとくあのやってみてください、うん、諦めることなくそうするとですねあのそのうちに自分に合った神様というのが分かってくると思いますはい ですから、あのー、私の場合はあのー、まだ、あのー、初回はあの無料で、あのー、い大体1時間ぐらいで話終わりますね大体終わるほとんどの人はですから、えー、終わりますので、えー、初回無料ですし、あのー、かけ放題でなければ私の方からお電話もおしていますですからその安い料金でとかね 最初は無料でということでいい業界の価格破壊でではないんですよあくまでもその困っている人を助けなさいという神様が母親に降りてきているのでその部分に関しては私も。 母親の子神様ですのでそれを受け継いで継承していきながらその皆さんに、えー、私が努力しているということよりも、えー、神様がいわゆるその困っている皆さんがいて私の YouTube とか見ていただいてあこの男に相談したらいいなということで、えー、その来られて。 方々に「私が」ではなく「神様が」皆さんに私を通じて、えー、占いをしているわけでございますので、あのー、なかなかその自分に合った えー、神様に、えー、出会うまではちょっと時間がかかるかと思います。えー、ということで、えー、当然世の中にはあの簡単に言う,言うといい人も悪い人もいるわけなんですけれどもやっぱりその中でもいろんなランクがありますのでねもう皆さんも例えば30年40年50年生きてるといろんな人見ていこう。 きたと思いますので、えー、騙した騙されたいろいろあるかと思います。はい、まあお互いのいわゆる直接の人生の中で、えー、極力、えー、楽な。 あの生き方ができるかとは思います、はいえー、ですからあの今回の場合は悪い神様という話ではありましたけれども、まあ、あの同時にですねあの周りにいい神様い,ろいろ占いの神様いらっしゃいますので、えー、自分のいわゆる相談役の一つとして、えー、神様的な占いであったり手相であったり人相であったり、まあ、いろんなその 星占いとかですか、えー、いろんな占いをされる方がいらっしゃいますのでその辺りの方々にも見てもらったり相談していただきながらですね、えー、正しい神様との出会いを是非、えーあのー、皆さんが意識していただいて、あのー、やっていただければうん。 間違いなく、うん、いい人生になるのではないかというふうに思います。えー、今回の奄美大島スピリチュアルは、いわゆるその悪い神様もいるんですよと、もう本当にね、もう本当に悪い奴もいますよ。はい、ね。あんまりそういうことを言うとね、言う方も疲れますしね、聞く方も疲れますので、まあ大体もう うーんこの動画を最後にあんまり悪い神様同行っていうのはちょっとやめようかなというふうには思っております。まあ、なるべく、まあ、占いの世界ですので、まあ、こうすればあの問題解決するんじゃないかとかいうことも含めましてね奄美大島スピリチュアルということで、えー、極力あのー 楽しく笑える内容の動画をアップしていきたいというふうに思っております。ということで、えー、毎日ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。 えと私の動画の場合にはもうなかなかあの専門性がなくてですねあのもう出たとこ勝負みたいな YouTube 動画でまあ見てる人も楽しい人もいれば飽きてる人もいらっしゃるかもしれませんけれどもまあこのパターンはですね私が死ぬまで続くのではないかというふうに、えー、自分でも苦笑しておりますということで、えー、時間のある方はこれからもお付き合いいただければというふうに思います毎日ご視聴いただきまして誠にありがとうございます今日はこれで 終わりにしたいいと思います、えー、世界中の良い子の皆さんごきげんようさようならありがとうございました。